つもありがとうございます。パーソナルブレイクで K さんですね。英語の小文字、はい。5万メガを合計10箱です。置ききれないので、じゃあこちらに、はい、残り9個置いてあります。で、発送は今日行いますので、ご指定の曜日で、発送いたします。で、開封はこちらのね、はい、2パック、メガパックだけを開封します。なるべくコンパクトに発送しますので。はい、じゃあ行きます。ベントさん。まあ、10箱の、あ、アクア、います。トラウト、はい、縁起がいい、はい、しょっぱなトラウトのシリアルが来ました。で、こっちでサイン出る場合もね、今年はあるからね、面白いですよ。ラッチマンですね、キャロル、うん、あと通販のお客さんでバリエーションがありましたって言ってましたね。まあ、2番目か3番目に入ってるでしょうけど、写真が違いましたっつって。な、レギュラーカードがこう、インサートが入ってないパックの場合は、ちょっとレギュラーよく見た方がいいかもしれないですね。モジョのね。番号が違かったですって書いてあるかな。まあ、ちょっと PB ね、やってますんで、まあ、多少写真は覚えてるんですけど、選手のね。まあでも上位選手というか、まあ結構いるでしょ、10人ぐらい、普通に。はい、モレルさん。あ、これなんだ？グレーじゃなさそう。いや、グレーか。いや、黒？グレーか。ああ、グレーっていうか、まあ、ネイビーだ。はい、モンタースさん。175ですね。はい、ネイビーだ。グレーとか言っちゃった。彼は、ああ、成績ないんだ。去年フリーエージェントで来てるんだ。今年ルーキーか前あたりいるのかな。キューバの選手ですね。うん。はい、サイズありそう。6位と3だ、うん、シリアルが2連続ボビー・ウィット、インサートはジョーダン・ラね、マーセロさん。マーセロさんマイナーでどうなんですかね、活躍してるかな、まあ、パッケージは今年のルーキーだもんね。うん、5枚いねえんだね、はい、3つ目ですね。シリアルがなんか昨日あたりからシリアルがよく出るな。マイケル・ハリス、ボビー・ウィット、インサートですね。バルガス、セデーニ、フリオ。あ、ほら、ねえ、ピンクは、ピンク？ピンクかな？ピンクはサインないよね。インサートだ。はい、フランセスコ・アルバレス、199ね、ベースコン。はい、よいしょ。10箱なんでサインは1枚 1.5 ぐらいでしょうかね、確率的には。まあでも最低1枚、2枚出たらね、あ、 OK です、船長っていう感じにしてくださいよいしょ。こればかりはね、なかなか。また、はい、これはアクアファーストだ。お、ルイス・ロドリゲス225。
あ、すごいですね。シリアル4連続。なんすかね、まあ、メガの封入って、結局はまあ、かなりの 大量生産、うん、ですから、まあ、工場の方ももう流れてきたのを、こう、詰めてるだけ。って感じでしょうから。はい。お、千賀さん来ました。ある程度、適当なんでしょうね。多分ね。はい、これで5個目ですね。レギュラーいっぱいになったんで。よいしょ。さあ、ここでサインを引いておくと、店長が気持ち的に楽になる。ちょっと待って、またシリアルだ。すごいな、なんか。ランゲリア。199。うん。なんか爆連してますね。はい。まあでも、どっちなんでしょうね。サインのが欲しいっていう方のが、あ、サインだ。はい。カッターコフィーさんですね。レッドソックス。カッターコフィーさん、一回見たかな？見てないかな？ 6 フィート2か。去年の2巡。うん。まあ、打撃頑張れというところでしょうかね。はい。サイン来ました。1枚。あ、前半で一箱引けたんだ。まあ、ある程度、どうなんですかね。でも、シリアル4連続来て、サイン出ましたね。はい。ね。まあ、最後入れましょうか。シリアルは。はい。後半です。6箱目。まあ、オンカードだしね、サインもね。シールじゃないし。はい。後半6箱目ですね。アロンソ。インサート、ミッチェル。ミッチェル。ね、怪我しちゃったんだと思うな、確か。モレル。アウトマン。あ、ちょっと待って。また来てるよ。すごいですね。サインだ。はい。ジュニア・カミネロさん。レイズ。150ですね。いや、やっぱメガボックスで色ついたらもう、ホクホクでしょ。っていう。あ、でも、すごいですね。ドミニカ。5フィート11で11本ホームラン。はあ。すごいですね。彼、人気あるのかな。ねえ。さらに2枚目来ました。はい。店長はもう、はい、頑張りました。もうあとはもう、はい、気が楽ですね。店長。まあ、箱1系とかだとね、もう、はいはい、開けまーす。はいはい、できるんですけど。数箱1とかで、こうね、まあ、お客さんも、こう、開けてて、数箱1サインとかのものは、やっぱりね、いろいろ見てました。あ、これ、2箱目にします。まあ、10パックだと、あ、10ボックスだとちょうどこの箱に2箱でちょうどぴったり収まるんで。はい。エンカーナッションで、また来て。青。サイン。はい。
アンビオリス、アンビオリスでいいのかな、アンビオリスだよね、タバレスさん、はい、丁寧に書いてますね。ドミニカ6フィート、2021年に来て、まあ去年出たのかなというところですね。2003年生まれ、うん、はい、もうこうなるともうお得感しかないっていうね。っていうかすごいな、はい、うん、ファーストファーストファーストルーキーフランコ、もうサイン3ですね。あと残り3つある、シリアルも結構出てますしね。まあメガボックスはやっぱりこう、まあうん、一箱購入もまあいいですけど、まあこれは結構数箱を買うときに買った方がという意味で、2箱以上買うと300円、2箱目以降は300円引きにしたんですよね。よいしょ。はい、アレックス・アクセル・サンチェス、キャロですね。ビエントス、バーランダ、はい、バスティダス、タバレス、あ、この子か、あ、この子かね、はい、誰だ、ミードさん、ラッチマン、キャロ、キャロルもね、パンチ力あるし、よいしょ、はい、サイン3に多分シリアルが4ぐらい出てるような気がしますね。確かに3ぐらい、まあ10箱だから、まあ確率論上で言ったらサインが 1.5 にシリアルがどのくらいですか、 2,3 枚出ればいい方だよね。3枚出たらもうね OK って感じ、2枚でまあまあ、ああ、ああ、うん、いいっす、出ちゃう、うん、オッケーね、はい、ハリス、インサトコーム、ペグエロさん、ソトさん、ボビュイト、バルガスさん、はい、ペグエロさん、ペグエロさん、こういう写真だっけ、番号が違うってたからな、多分裏見ればわかると思うんですけどね。だからレギュラーカードだけしかないパック、あ、でも2番目に入ってるとわかんないか、インサートが3番目に入ってて2番目にサイン入ってる場合もありましたから、まあでもなんか違和感のある写真はないですね。まあ結構出にくいのかもしれないですけどね、オッズないんだよね、書いてないんだよね、これね、今年は。いや、ここ違うよね、うん、まあよいしょ、まあ日本市場もまあそうなんですけど、中国市場ね、サッカーとかももう中国限定版とか出すぐらいですから、トップスさんも。日本は経済状況とかコレクターの購買意欲とかそういうのを考えると、メガボックスタイプでいいんじゃないっていう、はい、そういう感じになっちゃってるんでしょうね。ジャンさんですね、はい、ラスト、どうだろうさん、あ、レギュラーだ、はい、わかんないね、でもちょっと変わった写真ですよね、多分ね。うん。レギュラーだね。ボーネイラ、トラウト。はい。となりました。
はい、シリアルもちょっと入れておきます。トラウトで始まり、トラウトで終わりましたで、10箱でサイン3ですから、はい、シリアルもね、こう、まあルーキーはルーキーですけど、ファースト表記のシリアルを弾けるのはやっぱりメガボックスのいいとこですね。やっぱレギュラーは10箱1ぐらいですよね、1人。まあそれでもちょっと弾けない場合は普通にありますんで、まあ大谷さんとかね、吉田さん、まあ千賀さん、欲しい方たくさんいると思いますけど、自分で当てようと思ったらね、かなり大変です。うん、はい、シリアルこんなでさシリアル5だ。あ、すごいですね、10箱でシリアル5のサイン3だ。はい、おお。ブレイブス、レイズ、レッドソックス、うん、いいっすね。カミネロ君はかなりこういいんじゃないですかね。でルイス・ロドリゲスもね、ランゲネス、トラウト、アルバレス、モンテス、はい、モンテス君は6フィート3、サイズあるもんね。でキューバだ、うん、はい、という感じになりました。いいですね、うん、ありでございます。はい、ということで、こちらでね、今日発送しますのでお受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。